そちらです。せいやです。うん。さあ、引き続きですね、オンライン宅飲みしております。イエーイ。というわけで、あ、富士山綺麗。うん。あ、びっくりした。そういうタイプの企業の。企業飲み会大手の乾杯。カブーイイエーイ。カブーイ。あさあさあ。昨日ね。ええ。テセウスのチームというか、こう、はい、鈴木亮平さんと、ええ、竹内陽馬さんとリモート飲み会しました。そう、すげえやん。そう、鈴木さんかな、誘ってくれて。はいはいはい。竹内陽馬さん、めっちゃ霜降りチューブ見てるって。マジっすか。そう、四式ん時うまそうっすねとか言ってたわ。あれ見とん。いや、なんか。竹内涼真さんって、うん、テセウスで、まあもちろん共演してよ。はいはいはい。結構仲良くなってるじゃないですか。まあまあ、まあそんなにはあれですけど。だって自撮りリレーとかも回ってきたでしょ。それ優しいよな、回してくれるの。すごいよ。で、最近思い出してんけど、あれやんな、一回共演してるよな、せっせっせいやで。そう、してるしてる。その人やんな。そう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 。えぐいな。ガヤでな。はいはいはい、うん。そうそう、せっせっせいや。おう。そうそう、あそこで一回共演してて。龍馬みたいなやってもらってやん。やってもらって、あんまりなんか盛り上がらんかった。あの時のこと俺なかったことにしても。え、龍馬。なんで龍馬さんも、だ覚えてんのかな。そう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 。その話はしてない、別に。あ、してない。あれ、M1 取る前やっけ、龍馬。うわ、取る前ちゃう。なんか、粗品さんが、フリップイズみたいなのやってて、ああ取りずつ出し物せなあかんから、俺はせっせっせいやで、はいはいはい。単語ダービーもやりたてみたいな、確か。ああ、はいはいはい。で、粗品さんがフリップクイズやって、俺がなんか、うんうんうん、俺がなんか仕切りみたいなやつと、はいはいはい、はい、なんか粗品さんのやつなんかあったかも。なんかまた行けますとか言って、なんかそんなんばっかり。多分 M1 取る前の俺芸風やったような気する。M1 取らんかったらこれで行こうみたいなやつな。そうそうそう、もうあ大いじられされてたと思うな、あの時。うわ、その人やん、竹内涼真さん。霜降りチューブ見てるって。めっちゃ見てくれてるし、ほんで鈴木亮平さんも言っといてくださいって言ってたんやけど、おうおう、霜降り明星のラジオ、はい、激アツのコーナー面白そうっすねって言ってた。新コーナー。最新の見てるやん。聞いてくれてる。最新の、うん、聞いてくれてる。すごい。で、粗品さん、粗品さん、僕よく聞いてるんですけど、うん、眠すぎてたまにあれ切れてるの、あれどっちっすかって言ってた。眠すぎて眠とか言ってるやつね。眠いとか言ってんの、あれマジかどっちっすかって言ってた。いやいや言うてるだけですって言ってたけど。まあまあマジかどっちっすか。すごいメンバーでやってるやん。いやすごいよな。優しいよな。優しいな、うん、そのテセウスの船の話とかまたするんですか、みんなで。そんな集まったら、あん時こうやったなとか。いや、おもろかったな。いろいろ、うん、そのゴシップみたいなんで盛り上がって、うんうんうん、まあこれは霜降りチューブでどこまで言っていいかわからんけど、はい、まあこういうご時世のゴシップ。今日昼に言ってたやつ。そう。あれ、ね、それか。あー、おもろいな。ふんふんふんに続いての、はいはいはい、はい、いろんなゴシップ、はい、ちょっとそのなんでしょう、なんか一言だけ、その長い話やと思うんですけど、そのゴシップ、なんかどっか一部分だけでも言えないですか。
まあ都市伝説やと思って聞いてくださいよ。はい。赤からの社長は世界を握っている。大丈夫かそれ。一部分ですからね。まあ、世界を握ってる。おもろすぎるやろそれ。赤からあの辛い鍋のめちゃくちゃうまいとか 5G の真相について。うわぁ、めっちゃおもろそうやん。都市伝説おもろいな、やっぱ。何時間ぐらい飲んだんですか、みんなで。でも結構2時間ぐらい。おぉ、すごいな。そうそうそう。だから、そうそう。また、呼ぶわ。え？テセウス。竹内さんとか鈴木さんとか。いやでも、めちゃくちゃ霜降り明星すいてくれてんのよ。マジ ?YouTube 見てくれてんのすごいな、竹内。すごいすごい。いや、結構見てくれてるよな、意外にいろんな人。見てくれてる。YouTube な。誰見てくれてたかな、あと。誰見てくれてないんかい。おい、そんな、そんなんじゃないのよ。なんかおったよな。そうやな。確かに誰が見てるかわからんもんな。だってもう、ちょっとした SNS で愛さんとかも、ああもう、本人にすぐ伝わって、愛さんが俺のやつ歌いながら一緒に歌ってくれてたもんな。そうなん。そう。俺もビビって愛さんのやつも、あげられへんもん、モノマネ。あげろや。いやいや。本人見てるって分かったから。そう。もっとクオリティ上げな。ああ、なるほどな。そうやな。SNS とか見やすいし。だから、粗品さんが一人でやってたじゃないですか。はい、交互のやつで。あれでも、はいはいはい、ケンティとかな。ああ、はい、はいはい。動物の森、一緒にやってたの？まだ、プレイはできてないんですけど、フレンドなってんな。こんなリモート飲み会みたいなケンティとできたらすごいな。誘ってみようかな。いやでもな、未満警察、新しいドラマ、はいはいはい、あやってんな、がそうそう、が今ちょっと延期なってて、はいはいはい、ほんま忙しいはずなんですけど、どうなんかな、ケンティとかこのおうち時間がいっぱいあるのか。はいはいはい、だからケンティといいですね、リモート飲み会みたいなのを、うん、もう一個違う GoPro か、まあ、スマホでもよ、まあ、回しといて。回して。うろや。いやいやいや、いやいやいや、ポップに言うけど、あかんよ。売りませんよ。貴重よ、ケンティのリモート。貴重。めっちゃ貴重。貴重。お前ら、芸能人とそんなん。やらなあかんな、リモート飲み会。いや、おもろいな。でコラボとかは、うん、俺らせえへんからあれやけど、はい、なんかな、リモートじゃんけんというか、うん、リモートカードバトルみたいなんでさ、はいはいはい、なんか3人ぐらい呼べて、お互いに、うん、えぐ、この人来たみたいな思わせない、なんか確かに、確かにな。まあ、間に全然カメオとか入れてもいいねんけど、カメオ誰ですか？ソイソースのカメオ。まあ、ええわお前、お前がギャグリレー回したやつやろ。回すなあんなやつに、誰に回しとんねん。回すやろカメオに。ほんでカメオ誰に回した、その次。ピンタンパンのタカピンアラモードに回した。誰やねんお前、やめろもう。庄司さん、そんなつもりでやってへんから、あれ。ギャグリレー。何をしとんの。ああ、もうどんどん飲もうかな。ええやん。もう、でも、今、はい。意外に、錬金あったやん。仕事。そうやねんな。そうそうそう。今週というか、結
構1週間ぐらい休み意外となかったりすんねんな。意外にね、まあ、リモートですけど全部もちろん。うんうんうん。でも明日ラジオ終わったらまた休みでしょ、たくさん。そうやな。これどうなんだ、不安よな、ほんま。顔だけで返すな。お前が不安やったら。え？俺どうなんのよ。いやでも、ほんまゼノンザード俺頑張らなあかんなと思ったわ。ゼノンザードのね。ゼノンザードな。そう、休みの間にちょっと勉強するわ。ええやん。やっぱな、もう、うますぎてみんな。うん。ほんまちょっと勉強しようかな。いいんちゃう。ちょうど休みやし。うん。ちょっとほんま、ゼノンザード、ほんまだからたまにこう、手取り足取り、教えろや。なんで上からやん。ドンパルトンやん、それ。ドンパルトンの俺らが好きやったとこ。ハイスクール漫才でやってたからな、これ。懐かしい。ネタ入るときな。閉店やるから、お前お客さんで入ってこい。なんで上からやん。なんで上からやん。それが好きで喋りかけたからな。せやんな。それのボケ、俺らやってんねんっつって初めて喋りかけてきたもんね。そうそうそう、俺らの中で流行ってんねんみたいな。懐かしいな。やってた。ゼノンザード皆さんやりましょうね、おもろいからゲーム。でもほんま霜降りチューブのほとんどの人はやっぱりその慣れてない人やと思うな、カードゲーム。確かにな。そうそうそう、そういう人にやってもらうにはな。オフィシャルサポーターですから我々。そうやねんな。だからやっぱこの環境変わった時とかにさ、この、うん、また一からこう全部ひっくり返されるやん、自分が覚えた知識とか。あ、覚え直さな。もうそこがめっちゃこう慣れてないと。確かに引きずってまうな、前のルールとかを。まあな。うん、お前やで。いや、ほんまにゼノンザードもそうやしな。うん。あのシャドーバもな。はいはいはい。たまに仕事させてもらいますけど。あ、どっちもおもろいな。いや、おもろいもんな。おもろい。せやねんな。休みの間にゲームも頑張らなきゃ。やるか。またもう一丁長い休みあるからちょっとやりますか。いや、これだから今は分からんけど緊急事態宣言伸びてるかもやもんな。そうやねんな。今の段階でまだ分かんないですけど。ええ。今、4月の29ですか、うん、?30 か。30。あ、明日も5月。5月ですわ。緊急事態宣言について、うん、何かありますか？何もありません。何にもありません。何のあれもありませんよ。サムネイルにしようや。いや、もうええねん、お前。その、急にその、やめて。その感じでいくん、お前言えや、緊急事態宣言についてどう思ってるか。いや、これ何とも言わんへんな、ほんまに。肯定も否定もなんかしたないな。いや、そうよ、何にももう、喋りたくない、そんなこと。確かに、肯定やったら今いいと思ったけど、肯定も否定もあんま良くないな。そうやん。日本酒にレモンをね、入れ出しました。ああ、何でしたっけ、なんか言ってたな、それ。サムライブルーみたいなやつだ。あー、なんか言ってたかな。あれ、なんか俺がもてなしてもらった時にオペレーター、オペレーターか。うん、オペレーターね。そうや、オペレーターもそうやな。だからちょっとなんかまた料理もね作らないと。ほんまや、料理か。ラタトゥーユまたレシピ送る。もうええわ、もうええわ、ラタトゥーユ。お前のクソ料理。ラタトゥーユちゃうねんってずっと言ってたもんな。うん、ちゃうね。さあ、というわけでまた明日見てください。さよなら。よっしゃ。皆さん、高評価そしてチャンネル登録お願いします。